はい、皆さんこんにちは。本日はですね、はい、こちら、Amazon から2つ箱が届いてますんで、今日はこちらを開封していこうと思います。はい、まず1個目開けていきます。開け口はこれですね。いきます。ざっとよいしょ。いいですね、Amazon いつもこういう開け方で簡単に開きます。で、こうですね。はい、はい、中身はこんな感じになってますね。はい、はい、これで1個目ですね。はい、次はこちらの方開けていこうと思います。いきます。これはもう上からですね。よいしょ、こういった形で入ってますね。じゃあ開けます。はい、これで2つ目ですね。よいしょ、梱包がすごいね。相変わらず梱包がすごいね。今回ですね、こちらの2つ購入させてもらいました。はい、まずこちらですね、ISK 社のデスクアーム式卓上マイクスタンド ASD20 という機種になります。はい、で次がこちらですね、キクタニの、ポップブロッカーですね。 PO5S という製品になります。はい、今回はこちらの2つをちょっとレビューしていこうと思います。じゃあね、早速まずあの ISK のマイクスタンド、こちらの方から開封していこうと思います。よいしょ、ね、中身がまずこちらですね。謎の箱が入ってますね。はい、で、こうで、これが本体ですね。はい、で、こちらがホルダーになりますね。はい、早速ね、ちょっとこの本体の方を開けていこうと思います。よいしょ、よいしょ、おー、すげえ、なんか、はい、まずこちらですね。本体の方、ISK マイクロフォンスタンドと書いてますね。はい、じゃあちょっと開いてみますね。結構ね、しっかりしてる。うん、しっかりしてる、これすごいわ。うん、結構力がいる、これは。へえ、すごいすごい。はい、で、次にこちらの箱ですね。謎の箱を開けていこうと思います。おお、はい、おお、これはあのテーブルにつけるクランプですね。はい、これで調整できるようになってます。はい、でこちらスパナーが付属してますね。7mm と 5.5mm になってます。はい、で次にこちらですね。はい、これがマイクホルダーの方ですね。はい、全体的にしっかりしてますね。はい、じゃあの早速こちらの方、テーブルの方をつけていこうと思います。はい、設置の方が完了いたしました。テーブルの、左端の方ですね、モニター横の方につけさせてもらってます。で、ずっとアングルが伸びてきて、こちらまで、マイク、ついてます。はい、で安定性もねすごく良くて、こういった形で横に360度旋回するような形になってます。左のモニターの方を主に使いますんで、左の方から、伸ばさせてもらってます。根元はね、ちょっとテーブルが傷つくのが嫌なんで、
こういったあの滑り止めマットですね、これ100円均一で買ってきて、まあ、4枚入りなんですけども、これを敷いてあのテーブルが傷つかないようにしてます、はい、実際ね椅子こうあるんですけども、座った感じもぴったりの位置までマイクが来ますね。はい。でまあちょっと配線の方は雑なんですけども、こちらの方はねまたタイラップか何かで固定していこうかなって思います。これがやっぱりあの便利なのは、マイクはこの位置でしょ、これが結構片手でぐーっと押せれて、こんな形でですね、収納の方もできるようになってますんで、まあ実況とかね、音入れ等ない場合はこういった形でしまうようにしようと思います、まあ、使うときはぐーっと前にこう持ってきて、こんな感じで音入れの方をしていこうかなと思います。はい。でまあ仕様ですね、こちらの仕様をちょっと説明していきます。クランプ式の卓上固定型マイクスタンド、レコーディング用途や動画配信用途、キーボード奏者のボーカル用途として利用できるほか、3インチ規格の iPad ホルダーやタブレット PC ホルダー等の取り付けもできるという、様々な用途として、活用できる商品になってます。マイクホルダーは、5インチ規格、括弧3インチ変換アダプターも付属してます。はい。クランプ固定幅 5.5 センチですね。まあテーブルの厚みの部分ですね。どれだけ挟めるかっていうことですね。挟んで固定しますんで。スタンドの寸法はこちらの根元からまず、一直線ここまでですね。はい。これが35センチ。でこの折れ点からここまでで40センチですね。だから最大こちらのマイクホルダーも合わせて70センチというあの形になってます。重量自体は382グラムですね、総重量なってますんで、そんなに重たいものでもないです。はい。まあこれからねどんどんちょっとこちらの方を活用して使っていって、実況の方ですね、使っていこうと思います。これからのパソコンの方もまたちょっとグレードアップしていかないといけないんですけれども、まあそちらの方も併用して、レビュー等していこうと思います。はい、いかがだったでしょうか。ISK のですね、今回デスクアーム式卓上マイクスタンドですね、こちらの方をレビューさせてもらったんですけれども、まあ値段がね、思ったよりやっぱり安いんですよね。今現在 Amazon では1780円で、私はあの送料無料で購入させてもらいました。まあ、なんで今回こちらに決めたかというと、まあ、安いやつもレビューで書いてあることがほとんど一緒だったんです。サウンドハウスさんのサイトですかね、まあ1万円台するやつもあったんですけども、まあ、そちらのレビュー見ててもやっぱりこちらの、 あの根元が折れるですとか、まあ、フレームがちょっと曲がったりとか、そういったこともありました。で、まあ、Amazon レビューで見てみますと一番評価がこの ISK、高かったんですね。うん。で、まあ、見てみますと大きいコンデンサーマイクつけてても大丈夫だと。でヘッドホンも置いとくときにヘッドホンもこちらのアームの部分にかけてるっていうレビューもあったんですけども、それでも全然大丈夫ですよというあの話だったんで、まあ、今回これ2000円切ってるっていうことで、今回はこちらを購入させてもらいました。はい、はい、で次回はですね、こちらの菊谷のポップブロッカーですね、 PO5S こちらの方のレビューをしていこうと思います。はい、それでは皆さんまた。